かっこいいでしょ、これ。今ね、すごいこの文字盤は気に入ってるんですよ。まあデザインがね、いっぱいあるんですけどね。その中から好きなのに、なんか画像とかを選択しますね。で、これもね、めちゃめちゃ種類って多いんですね。こう、テーマ選んでやるとわーって出てくるんですけど、好きなイラストを選んで、なんか適当に、こちらでですね、反映されます。はい、できました。夏のキャンプ場で虫対策は何かいいのある？蚊を避けたいなら、キャンプ場で体を涼しく乾燥した状態に保つことが重要です。ランタンオイルと灯油はどう違うの？ランプオイルは灯油と同じファミリーに属しますが、よりきれいに燃えるように生成されているため、ランプオイルを燃焼させると、灯油を燃やすよりも汚染物質が少なくなります。皆さんこんにちは、サルです。今回は私にとって初挑戦なんですけど、3つの案件を一度にお引き受けして、楽しい動画ができないかなと思ってご紹介してみます。スマートウォッチは今日現在 Amazon で8000円弱のものが2つです。なお、ポタ電は別動画でも上げると思いますので、もっと詳しく見たいなという方はそちらをご参照ください。では、中を確認していきます。見た瞬間の第一印象をね、お見せしたいので、あえてこのシーンを撮ってます。出てきました。なんかパッケージかっこいいです。スマートウォッチ、ドゥースポーツだそうです。かっこいい。なんかこういうのってね、ワクワクしますよね。なんかデザインがおしゃれだよね。はい。スマートウォッチ、フルタッチと書いてますね。はい。なんかこちらも良さげですよ。なんでしょうね。やっぱこう、スマートウォッチっていうね。別に全然スマートではない私が言うのもあれですけど、なんかね、こういうものを持ってると、ちょっとイケてるというかね。なんかこう、時代についていってる感があるような気がします。はい。ちなみに私はこれまで、私物としてスマートウォッチを使ったことは全くないです。お恥ずかしながら。うん、機能はね、いろいろ知ってます。こういうのがあるとかね。ただ、使ってないんですよ。なので、その使ったね、実感まで今回はお伝えできればいいかなというふうに思ってます。では、中も開けてみましょう。どっちから開けようかな。なんか嬉しい幸せですね。なんかね、こっちの方が重たいんですよ。なんで、ちょっとこっちから開けてみていいですか？なんかね、洒落てる感じですけど。おー、なんかね、すべて凝ってますね。これ1万円しないっていうのはね、ちょっとびっくりですね。おー、なんかしっかりしてますよ。2年間の保証延長ってどういうことですかね。すごいな。なんかすごいけど、後で見ましょう。それからこれが本体ですね。かっこいいなぁ。これね、見た目だけだったらね、多分皆さん欲しくなると思いますよ。っていうか、もらったらめっちゃ嬉しいと思いますよ。これセンサーですね。いろんなね、多分血圧とか体温とかね、を感じ取るための素子。でね、すっごい感じいいです。これは感じいいです。これ開けましょうか。はい、開けました。で、もしかして電源入ってるかな？ちょっと長押ししてみます。お。お、電気入りましたよ。電気入りました。ただ、消えちゃいました。充電してから使えってことですかね。あ、今の時間が経って消えたのかな？おー、なんかね、動きもいいし、使い方全く分かってないんですけど、まあ、とにかく何かをダウンロードしろと書いてますね。ダウンロードしてくれと。まあ、これをスマホで読み取ってね、ダウンロードするんだと思います。ちょっとじゃあそれ後でやりましょうか。
なんかね、けどいいですね。これ本当に8000円弱で買えるんですかね。まあ、使い方勝手次第ですけどね。なんかいい気がしますね。下敷きを買いました。暗いマットじゃね、見えにくいんで。で、重たい方。スマートウォッチフルタッチいきます。どうでしょうか。なんかこれもしっかりしてますね。なんか最近のってほんとすごいですよね。これ一昔前ならね、こんなのなかったと思うんですよね。こんな8000円とかでね。ハローって書いてます。で、ベルトがこちらの場合は外れた状態でついてくるみたいですね。だから自分でつけてねってことなんでしょうね。まあ簡単にこう、つけれるんでしょうか。多分説明書がこの裏に入ってるのかな?ちょっと重たいのは、あ、すごい。なんだこれは。なんかいろいろすごそうです。なんか充電できるんですかね、置いたら。もしかして。あ、そんな感じですね、これはね。で、こういうクローム色のね、渋い金属のベルト。と、ちょっとよくわかりませんけどね、何かが入ってます。あ、これベルト調整用の道具じゃないですかね。めちゃめちゃすごくないですか、これ。こんなことできるんですか?この値段で。ユーザーガイドちゃんと入ってますね。そして日本語もありますので、これは楽しいなぁ。結構ね、もうこれでいいと思いますよ。楽しいと思いますよ。これね、なかなかいい感じです。まあしっかり読んでからね、使わないといけないし、私もね、今から読もうと思いますので、一旦切ります。そういえば、一つ目のやつも箱の下に何か入ってたような気がするんですけど、これですね、一つ目のやつ。あ、やっぱり入ってました。こういう USB ケーブルと、説明書ですね。はい、こんなやつです。なんかすべてかっこいいね。ほんと洗練されてますね。すごいなぁ。デザインだけならね、Apple Watchにも負けないと思いますよ。デザインだけはね。日本語は3ページから5ページということで、あ、しっかり日本語の説明書もありますね。じゃあちょっと長いんですけどね。まあ、スマートフォン初心者なんで、しっかりまずは読んでみようと思います。充電なんですけど、最初にね、しようと思います。こういうやつがあって、ここにマグネットでくっつけるみたいですね。すごいですね。くっつけると、おお、すごい。91%。もともと結構入ってますね。で、こっち、もうちょっとシール剥いときますね。これを剥いて、綺麗です。ピカピカです。なんかこっち高級感がありますね。おそらくここに乗せるんですね。あ、反応しました。69% です。はい。じゃあちょっとこれでね、どちらも充電をしときましょう。なんかですね、こちらについては、充電時間のね、説明がね、載ってました。バッテリーの容量が 300mAh で、チャージングタイム 2.5 時間。それから、バッテリーライフが7日間。2.5 時間充電すれば7日間持つっていうことかなと、もちろん使い方によると思うんですけど、まあそんな目安じゃないかなと思います。ただ、2.5 時間もやんなくても、すでに 90% 超えてますから、まあ、ほぼほぼ、もうすぐできそうですね。これも今 71% です。なんか、充電してるだけでもワクワクしますね。なんか、かっこいいなぁ。今時の時計って、こうなんですかね。なんか、私の知らない世界のね、何かを使ってるみたいな気がします。充電が終わったみたいです。お、なんか、変わった？なんか見栄えが変わりましたね。まあいいや。よくわかりません。
まあ、とにかく、まあね、あとこのベルト、こちらがね、こういうゴムみたいなやつなので、なんか言ってる。100%。こちらね、金属のやつにしました。で、これ結構つけるの簡単で、あとなんかこういうね、機械を使って、長さの調整をするんですけど、これもね、特に難しくなかったです。なんかこんな風に挟んで、ぐるぐるっと回して、そしてこの棒が抜けて、で、2つ抜いて、で、1つこれを外して、ちょっと大きかったのでね。で、やってみました。なので、明日からはこれを使って生活をしてみましょうか。まあ、こんな感じですか？一つはこんな感じ。つかない。あ、こんな感じね。なんか何の機能があるかね、まだ全然よくわかってないんですけど、さっきね、アプリを入れて、この電話をしてみたらね、いきなり電話かかっちゃいましてね。スマホからね。だからスマホを操作することができるということですよね。当たり前か。あとなんか勝手にね、心拍数とか温度とかもね、何歩歩いたとかもね、すでに記録が出てましたので、まあ、ちょっとそれが役立つのか、単に邪魔なのか、わかんないんでね、とりあえずまあ、しばらく使ってみてね、その辺を確認してみようと思います。なんか、いろいろ変わるんですけどね、何がどう変わってるのかがね、全然よくわかってないので、これは懐中電灯？はい。まあまあ、なんかね、使ってたらそのうちわかるでしょう。まあ、根っからのね、アナログ人間なんで、正直ね、そんなに役立つ可能性は低いかもしれないんですけど、まあまあね、何でも試してみるのはいいかなと思いますので、はい。向きを変えれば自動的にね、明るくなるっていうね、こういう風ね、両方消えてますが、向けると、はい、両方入りましたね。かっこいいのは間違いないと思います。かっこいいためにつけるもんでもないと思うけどね。はい、3日間使ってみた感想ですね。ちょうどですね、バッテリーがですね、あと 5% ってなってますよね。こっちもですね、22%。こっちはまだ少し残ってるんですけどね、丸い方。こちらの方は 5% ということで、まあ、充電してからね、1週間ぐらい持ちますよっていうことだったんですけど、画面がつきっぱなしにしてる時間を15秒にちょっと伸ばしたこととか、あとまあ最初だからっていうことでしょうけど、いろいろね、設定で使ってたので、まあ、普段よりも電気を消耗してしまったんじゃないかと。良かった点は、面白いですよね。いろいろ面白いです。こいつについてはね、左側。アレクサ？アマゾンの。と連動してるので、結構喋ってくれるんです。今日は何曜日だっけ？2023年5月23日は火曜日です。今週末は愛知県の天気はいい？週末の日本名古屋市は曇りでしょう。予想最高気温は摂氏27度。予想最低気温は15度です。明日の名古屋の天気は？明日、インドネシア共和国名古屋は時々晴れで一時雷雨となるでしょう。予想最高気温は摂氏32度。予想最低気温は27度です。インドネシアに名古屋があるの？WIKITRAVEL.org から翻訳しました。ブブックバハとしても知られる名古屋はインドネシアのバタム島の主要都市です。そうなんだ、詳しいね。賢い。そういうことに対して回答してくれるので、そこはね、とっても面白いんですよね。今もできるのかな。ちょっと電気があんまり残ってないので。ただこんな風にしょっちゅうですね、接続が切断されたりとか、まあ、いろんな事情でね、設定をやり直さないといけないことがあるんです。スマホの設定、スマホで設定するときに、アプリに何々を許可しますかっていうね、その位置情報とか、SNS の通信とか、自動起動とか、いろんなね、ことを許可しますかっていうのが出るんです。すべて許可するってしたり、あるいはアレクサを使うときには Amazon のアカウントを入力しないといけないんですけど、まあ、そういうのも慣れてない私にとってはちょっと不安があってね、
そのプライバシーのこととか、そうだね、セキュリティのことかな。で、不安があるので、これは許可していいのかな、いけないのかなって迷いながらやってるので、まあ、部分的に許可してて、で、何かのアプリを使った時にうまくいかなかって、あれやっぱり許可しないといけないのかなって許可したり、まあ、許可してもできなかったり、あ、じゃあ許可の仕方が違うのかな、違うところからしないといけないのかなとか、そういう設定がね、結構たくさんあるんです。なので、まあそういうところがね、めんどくさいなっていうのはね、これはデメリットですね。おそらく、私が使い慣れてないだけということではあるんですけど、ただ初めてスマートウォッチをね、購入して使う方っていうのは、同じようなことは起きるんじゃないかなというふうに思いました。まあいろいろね、面白いことは本当に面白いです。結論言っちゃうと、どういうふうに実用性があるんですかっていうとね、そこはね、私もまだよくわかってません。実用性あるのかないのかもね、正直なところね、ちょっとわかんないんです。Windows 95が発売された時っていうとね、相当昔なんで、まあ、ある程度ね、ご年配の方じゃないと話がわかんないと思うんですけど、なんかその時と同じで、どう役に立つのかっていうのはわかんないけど、ただ、いろんな可能性があって、いろんな使い方ができるので、人によってですね、楽しい使い方、この機能が役立つとか、この機能はいらないとかね、多分かなり違うと思うんですね。私の友達でスマートウォッチを普段使っている方に確認しても、人によっては、実は天気予報が役立つと。なぜかっていうと、バイクで通勤している方なので、雨が降るとね、濡れちゃうから、カッパを着ていかないといけないとかね、そういう天気に関する関心が強い人だったりすると、やっぱ天気予報を普段から知りたいので、こういうのでパッと出ると便利であるということなんですよね。違う方だと、マップのナビゲーションが便利だと。まあ知らない場所に行った時に、スマホでマップで行き先までのナビゲーションをしてもらうのを、このスマートウォッチから声を出したり、曲がる時にね、通知してもらうというふうなところがあると便利だという方もいらっしゃいましたし。で、私の場合はどうかなっていうと、この3日間使った限りでは、音楽を聴くときに再生したり停止したり、そのボタン操作が手元でできることだったり、まあ便利といえば便利。ただ、それがなかったらダメとか、まあ今まではこれがない形でスマートフォンでやってたので、できなくはないんですよ。だからないとダメっていうことではないんですけど、まああると便利だからついついこれを使うっていうこともありますし、あ、そうそう。ね、何がいいかっていうと、近くのドラッグストアとかにちょっとお酒飲みたいなってこうね、ビール買いに行ったりとか、氷買いに行ったりとか、おつまみとか、そういう時もね、以前だったら、もう確実に車で行ってたところに、ちょっと散歩しようかなっていうことは増えましたね。なぜかっていうと、これを使って、散歩するね、アプリが開けるんですよ。散歩する時のアプリで、まあこれにしようと。で、カウントしてくれて、ドンで、今から歩いて何歩歩きましたよとかね、どのぐらいこう心拍数上がってますよとか、カロリーがね、どれぐらい消費しましたよとか、まあそういうのが出るわけですよね。はい。まあだから楽しいんですよね、ということなんかは言えます。こっちもそうですね。機能ははっきり言うとあんまり変わらないというか、少しずつ違うんですけど、かといって大きくは違いません。歩いてくださいみたいなね、今からね。はい、そうなんです。だからそういう意味では別にね、どっちの方がいいよっていうのもあんまりなくって、少しずつ違いはあるんですけど、まあ似たようなもんだなと思います。まあ違うのは、明らかに違うのは、この四角いものか丸いものっていうところで、まあ好き嫌いがあるかなと。あとこういうね、金属のこうチタン製のベルトなんですけど、これもついてるのがあるので、まあ、ビジネスチックなんていうかね、こういうものがいい方はこっちの方がいいし、というふうなことは言えるとは思います。あとね、細かい設定をいろいろやると多分いろんな使い方ができると思うんですけど、いかんせんね、その設定っていうのがね、あまり得意ではない私にとっては、ちょっとめんどくさいなっていうのが先に来ちゃってですね、あんまりできてないです。だから確実に使える機能、要は細かい設定しなくても使える機能ばっかりを使っているので、曜日とか、なんだろう、アラームは使いますね。あと1分で鳴らしてとか言うとね、鳴らしてくれるんですよ。ラーメン作って、
あと3分で鳴らしてとか言うとね、やってくれるんです。これまあ連動してないとダメなんでね、また切れちゃったんでね、今。連動させないといけないんですけど、まあ、そういうめんどくさいね、設定のやり直しっていうのをね、外せば便利なとこはいくつかありますね。ただね、何度も言いますけど、実用性がどうかっていうことよりも、とにかく楽しいですね。新しいなんか機能、いろんなことができる機能が、まあ手元、パッと触れる腕にあって、でかなりね、楽しいです。まあ見た目もね、なんか可愛いというか、かっこいいというか。で、遊べるんですよね、いろいろ。まあ、そういうところがね、これについては面白いかなと思ってます。オリジナルのね、デザインなんかでね、好きなものに変えたりとか。なんかね、本当にね、この見た目もね、いろんなものに変えれるので、まあ、毎日気分転換するようなことはないと思うんですけど、ただね、ちょっとした、なんか遊びというか、バッテリーがもうすぐないですよって言ってますね。で、今やろうとしてたのは、なんかね、こういう風にいちいちね、変わるので、その辺がちょっとめんどくさいなと。こう、文字盤を変えてね、文字盤変わんないな。なんでだ、まあ、今ちょっとリアルタイムに、ね、悩んでるんですけどね。そうですね、こんな感じでね。あれ慣れないと、なんかね、いろいろめんどくさいです。こういうのね、まあ、私慣れないんですよね。苦手なんですよね、はっきり言うと。はい、やっと変わりました。なんだこれはっていうね。まあ、いろんな文字盤があるんです。だから好きなものに変えて遊べる。そのアプリで準備されているもの以外に、自分で写真をね、撮った写真とか、まあ、イラストとか、完全にカスタマイズできるっていうことがあるので、とりあえず3日間使ってみて思うことは、まあ、とにかく楽しいということですね。これは、まあ、ある意味おもちゃです。大人のおもちゃっていうのね、表現がいいかどうかわかんないですけど、おもちゃです。楽しいです。なんかいい虫対策がありますか？虫除けは大さじ1杯のバニラエキスを1カップの水で薄め、露出した肌やグッズを詰めたテントやテーブルクロスにアロマミックスを吹くだけで簡単です。へー。他に何かキャンプ場でできる虫対策ってありますか？キャンプ場の食べ物やゴミは、準備や消費時以外は、すべて固い容器に入れてください。あ、そうだよね。虫除けの成分は？最も強力で、効果的な防虫剤には、リートが有効成分として含まれています。虫除け成分には、どんなのがあるの？ほとんどの植物性防虫剤は、シトロネラ、シダー、ユーカリ、ペパーミント、レモングラス、ゼラニウム、大豆のいずれかの植物由来のエッセンシャルオイルを使用しています。そこが一番です。で、役立つかどうかは人によって違うと思います。まあ、時計以外の機能がね、めちゃめちゃ役立つ場合もあると思うし、ただめちゃめちゃ役立ってる人って言っても、その天気予報が役立ってる場合もあれば、マップが役立ってる場合もあれば、その通知、Twitter とか LINE とか、で、通知来たらここでお知らせしてくれるんですね。来ましたよっていう。で、読めるんですよ、メッセージも。そういう設定をしとけばですね。はい。ただ、返信はできませんけどね、どちらも。とりあえず読めるんです。だから、リアルタイムにね、来たらすぐ読みたい通知なんかを、まあ、Gmail でも Twitter でもインスタでも、YouTube でも、まあ、ここに届いたら見れるので、まあ、近くにスマホを持ってないといけませんけどね。Bluetooth で繋がってるので。そういうことができるのが便利だっていう方もあると思いますし、あと健康管理ですね。睡眠時間がどうとか、ストレスチェックとかね。なんかいろいろあるんですね。いろいろあるってなんでいろいろって言うかっていうと、あんまり使ってないです、正直。そういう機能があるのは知ってるんですけど、測れるし、いろいろできるんです。睡眠時間がどうだったとか。ただね、あんま使ってないです。それは私にとっては、あまり実用性を感じないからでしょうね。ただ面白いんです。という感じです。まあ、今はこんなところです。とりあえず3日間、72時間使ってみたらちょうどどちらもバッテリーがほぼゼロでしたよっていうことで、ただ多分使用してる時間が慣れて使ってる人よりも明らかに頻繁になんか電源を入れて画面を表示させて何か操作してるので、ちょうど70時間強でバッテリーがなくなったということになります。まあ、面白い、楽しいというところですね。実用性がどうこうではなかったなという気がします。
ただそれでもね、なんかこう面白いことないかななんて思ってる方はね、でスマートウォッチまだ体験したことない方はいいと思いますよ。8000円はしないぐらいのね、どちらも機種で、まあどちら買ってもいいと思います。同じといえば同じですね、正直ね。Apple Watch とか Google Pixel Watch とかね、あの高価なものでいいなっていうのは多分ね、返信、例えば LINE でもね、返信もできるとか。ただまあ充電はね、頻繁にしないといけないような感じがしますけど、あのどっちにしてもね、そういうより使いやすいスマートウォッチを買おうと思えば、これの値段がね、最低でもやっぱり3倍ぐらい、下手するとまあ十数倍のものを買わないといけないので、まあいきなりそこはちょっとね、ハードルが高いと思うんで、2万から10万ぐらいですかね。というところに対して、まあこちらを8000円弱と。うまく買えばね、6、7000円で買えるということはいいと思うし、そのぐらいの値段だったら出してもね、後悔はしないなっていう楽しさは十分に私は感じました。明日何曜日だっけ？2023年5月24日は水曜日です。それを英語で言うとどうなる？それ、お英語で言うと、Thou。明日は水曜日ですを英語で言うとどうなるの？水曜日です。お英語で言うと It's Wednesday。 今週末の九州の天気は？今週末の日本九州は晴れでしょう。予想最高気温は摂氏27度、予想最低気温は14度です。へえ。今週末はキャンプ日和ですを英語で言うと？今週末はキャンプ日和です。お英語で言うと、This weekend is a good day for camping. 賢いね。ありがとうございます。もっと言ってくれたら、もっと頑張ります。そうなんだ。名古屋から福岡までのかかる時間は、高速道路を使って？中国自動車道と九州自動車道を経由する水木2から27から1の高速道路太宰府料金所までの車での所要時間は通常約8時間52分です。鹿児島にいいキャンプ場はある？鹿児島の施設は1つ目、日置市移住院森林公園。2つ目、岩屋公園キャンプ場。3つ目、猿ヶ城キャンプ場。4つ目、住吉地公園キャンプ場です。キャンプ系 YouTuber の福さんってどんな人？Fandom.com から翻訳しました。福さんは、シェンムーシリーズの葉月亮の弟で、葉月岩尾の弟子でした。そうなんだ。